平穏世代のイダテンたち、星4。800年前に悪魔と呼ばれる奴らが突如人間社会に出現して人族を殺しまくったら、イダテンと呼ばれる人族と同じ形をしているが死なない、めちゃくちゃ足が速くて強い人族の上位互換みたいな奴らが突如出現して悪魔を駆逐することに成功。その後平和な世界が800年続いていたが、戦争大好き、蹂躙した国を徹底的に虐殺したりレイプしたりするような強いロシアのような国が氷漬けになった悪魔を復活させようと画策するというシナリオ。舞台は現代と同程度の科学力と文化を有した世界であり、ロシアみたいな国が悪魔を復活させようと努力するが、イダテンたちはチート級に強いので悪魔復活したい勢力が全く歯が立たないというシナリオが痛快で面白い。普通は大体戦力を均衡させるとか、劣勢に立たせるとかする方がシナリオが盛り上がるからそうするのぜ。だけどこの漫画は鉄頭鉄尾、主人公サイドが圧倒的に強いって設定なのぜ。悪魔復活させたい軍団はそんなチートに対してあらゆる工夫をして倒そうとか生き延びようっていうのがこのシナリオの文芸面白い部分。主人公サイドはあらゆる知恵を使って逃げよう、跳ね殺そうとする悪魔信仰をなんとかして裏をかかれないように対策したり潰していくという全く王道を抜かない作品。それが見事にハマってて漫画として文芸面白いので大変おすすめ。